世論調査、街の男女に性の悩み聞いてみた。今回も街頭インタビューシリーズとなります。今回のですね、この質問者は、19歳男性の方の質問となります。それでは早速ご覧いただきましょう。中島健太です。中島健太くん、おいくつですか？今年19です。19、じゃあそう、性のお悩みについてちょっと聞いていきたいなと思います。何か性のお悩みとかあったりします？先生にちょっと最近気づいたんですけど、なんかこの初めて会ったことをやろうとするときに前戯が長すぎて、でどっちもうまく入れるまでいかなかったんですよ。その時に金玉の激痛すごかったです。前戯が長すぎてチンコ立ったる状態が長すぎた時に慣れた後に金玉がめっちゃ痛い。なるほどですね。じゃあギンギンになってその後に結構金玉が痛くなったってことですか？はい、大丈夫ですか？はい。じゃあ先生春樹くんのお悩み解決してください。お願いします。お願いします。ということで、19歳男性からのご質問だったんですけれども、はい、これは結局その挿入せず、射精せずに終わった後に睾丸が痛いということで、うん、男性ならもしかしたら経験 あるかもしれないですよね。これちゃんと言葉があって、ブルーボールズと言うんですよ。ブルーボールズ、うん、青玉症とも言われてるんですよ。へえ、それがあるんですね。あるんですよ、症状として。はいはいはい。結局ですね、勃起してる状態が続くと、要するに血液がもうペニス全体にこう溜まってるんですよね。で普通はその射精するとその血液が一気に解放されて血液溜まってるのがなくなるんですけども、はいはいはい、やっぱり射精しないとそこでずっと血液が充満しちゃう状態になってるんですよ。それが陰嚢圧迫したりするので、そういった痛みが出たりするんですね。で、あとは徐々にその血液が普通の状態に戻っていく過程で、そういう痛みが生じるとも言われてるんですよね。じゃあもうそれはもう あるんですね、その医学的な。そうそう。で僕今このビデオ見て思ったが、いや、ただそういえば僕もそういうのはあるわって。はいはい、ありますよね。若いからですか？うん、割とその10代とか20代前半男性とかで、そうです。だから血液がいいっていうか、その性興奮勃起した状態がずっと続いてるのに、射精しなかったっていうパターンですよね。あります、あります、だからやっぱり射精しないとダメなんだよね、最後は。射精して終わらないと。射精して終わらないと、それ若い人に起きやすいとかですか？そういうわけじゃない。若い人にも起きやすいし、僕も経験ありますので。50の男も経験したことがあるってことなんで、はい。この今ご質問者さんも、はい、その前戯が長すぎて挿入まで至らなかったっていうところなんですけどね、じゃあそこはもうしっかり男性的にはそういった痛みが出ないようにするためには射精で終わらせると。そう、挿入うまくなかった時は違う方法でカップルならね、射精させた方がいいと思いますね、はいはい。この男性側の痛みあんまりイメージわかんないですよね。でも川村さん、いや、そういった場面に遭遇したことがあって、わかんないことがあるんだって。結構痛い、結構嫌な感じがあった記憶ありますけどね。立花君もあります？あります。あるよね。僕はなんかどちらかというと、その睾丸というよりかはなんかそのちょっとこう前立腺のちょっと奥の方というか、あ、痛い感じね。なんか痛いなっていうな感じは何回かありますね。あ、なんかあるあるなんですね。あるあるある、あるあるですね。一応ブルーボールズと言いますね。これはもうはっきりとブルーボールズ出ましたので、はい、このご質問者さんも解決できました。解決できるかなと思ってちょっと出してみたんですけれども、はい、意外とそういったものもあるということで。そうですね、ネーミングが素晴らしいですよね、はい、素晴らしいですね。なんかまさしく本当にそんな感じですよね。そうそうそう。ちょっと男性にしかわからない、ご質問でしたが、無事解決ということで。そうですね、やっぱり射精して終わらせた方がやっぱ健康にもいいので、うん、そこは絶対射精、なんとか射精して終わらせた方がいいと思うので、はい、川村さんもしそういう男性と出会った場合はちゃんと射精して終わらせるようにした方がいいと思いますね。ブルーボールにならないように、はい、ということで、はい。ちょっとこれもなんとなく気になってた方結構多いんじゃないですかね。でも、はい、参考になった方はぜひ、チャンネル登録、そして高評価もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。